こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久留米競輪場で開催されています、熊本記念競輪。明日は、いよいよ最終日12レース決勝戦の予想を行いたいと思います。12レース決勝戦はご覧のメンバーですね。細切れ戦になって非常に難しいレースとなります。地元からは1番車中川誠一郎、4番車中本が勝ち上がってまいりました。中川誠一郎は中本の番手を回ります。他にも浅井松浦、柴崎敦、小川慎太郎、松谷秀之らが乗っていきますね。そんな中ですけど、私は、先行するのはですね、6番車111騎、愛媛の加藤田と見ておりまして、まあ、今場所1回もバック取ってないんですが、決勝はやっぱり一番格下の加藤田が逃げるんじゃないかなと見て、小川がもう番手発進して調子もいいですし、なので軸にしたいと思います。これ、変則的なんですが、2車単が9番から3番、5番、7番の折り返し。3連複が9番固定で、3、5、7をまず上げて、それから、3、5、7、1、2という、まあ、変則ボックスですね。そちらを予想したいと思います。3連複が9点になりました。ではもう少し詳しく見ていきましょう。まずバック回数、6番車は門田が10回でトップ、ホーム回数も9回でトップなんですが、バック回数に関してはですね、松浦雄二が10回で並んでおりますね。次が7回の中本、5回の柴崎がバック回数で続いてます。ホーム回数2番目が、3番車な、松浦と9番車小川ですね。スタート回数は2番車の浅井がダントツにトップ、次が6番車門田、松浦と小川がそれに続きます。そして、こちら並びが細切れとなっておりまして、三重の両者、柴崎と浅井、地元熊本両者、中本と中川、神奈川の松谷は短期で、松浦、柏野の中国勢、そして四国両者、門田と小川となっております。で3連単の支持率はやっぱり地元を背負う中川が人気ですね。さらに、1着1着1着で来ているので完全優勝を期待しているということでしょうね。そしてですね、2番人気が浅井や松浦じゃなくて、柴崎なんですよね。調子の良さが買われてるってことなんでしょうね。つまり浅井は柴崎を抜けないという可能性を多めに見ているんじゃないかなと思います。もっともまだ流動的で、特に2車単のオッズに関しては1番5番9番のボックスが圧倒的に集中投資されていて、まだ変わる可能性があるので、翌日オッズに関しては翌日注意して見てほしいと思います。というわけで、このレースなんですが、おそらくスタートを取るのは浅井なんじゃないかなと思います。要するに、三重両者が前を取る。そしてその後ろは微妙ですね。松浦かな。松浦は柴崎を見る位置へ進めたいですよね。地元熊本勢はどうするか。中本もやっぱり先輩の中が連れてるんで、ある程度積極的に行かなければならないという気持ちはあるでしょうね。で、
後ろ回りが角田小川だと思います。角田はバック取ってないですが、まあ一番の若手ですし、小川もついてくれるってことで積極的に行かざるを得ないと見ております。松浦は、まあ、基本的に柴崎浅井を見ながらいい位置を常に取っていくっていう競争に心がけると思います。中本は、まあ、流せば一気に叩いていくって感じでしょうかね。突っ張るかな、突っ張りまでやるかな。突っ張ったとこでハイピッチ行ったとこにまくれるし、下手すれば角田との叩き合いにもなってしまいますからね。角田も中本とか松浦の先行、思い切って突っ張ることを警戒していると思います。柴崎も結構積極策見せるときありますからね。まあ、角田は行くとしても足を使ってしまう。これは中本も行くとすれば同様なのでしょうね。松浦はやっぱり勝ちたいんじゃないかなと思います。勝って賞金を重ねたいっていう気持ちはあると思います。で、いや、問題は中川のマーク戦ですね。まあ、やっぱりマーク、二次予選、準決勝とマークはするものの、離れてしまっているっていう感じがします。離れて結局、自力みたいな感じで、縦の足で突き抜けてるっていうことで、まあ、一着一着で勝ち上がってきてるということになりますね。で、じゃあ、このレースはどうするのかというと、もちろん自分の優勝が先決ではあります。ただやっぱり任せた以上裏切って、そんな出るという非道なレースは中川できないと思うんですよね。なんか中川の本当の性格って結構優しいっていうのはよく最近聞くんですよね。結構、まあ、それはわかります。その優しさが結局マークを外す結果になってしまうんじゃないかなっていうことで、そうなるとまあ結構やっぱりいろいろ言われてしまっているので、中本がすんなりできればいいんですけど、角田がいますからね、そんな簡単にはいかない。すで中本が行って角田ができれない、中本がある程度足を残す先行でできれば中川チャンスあるんでしょうけど、やっぱり松浦も柴崎も早めに飛んでくるんじゃないかなと考えると、その場合結構ピッチを上げてかけないと厳しいんじゃないかなと。で、111期で若手でまあ思い切ってまだまだ行くポジションである角田ならまあわかる。もう小川さんを引き出してという競争一本ってなるんですけど、中本だとそういう役割をできるのかなっていうのが疑問で、結果的にですね、中川の性格の優しさも相まって中本を捨てきれないじゃないかな。つまり反応が他のラインに比べて遅れてしまうという可能性はあるんじゃないかなと。まあ、単純に後方に置かれるというだけじゃなくって、仕掛けようが遅れるということで、まあ、最終的に自分でまくっていっても、
3着までなら入るかもしれないけど、本当届くのかなっていう疑問はあるんですよね。なので、まあ、3番手を取るっていう、中本が門田、小川に行かせて3番手を取るっていうのはいいとは思うんですけど、そうしたら今度は松浦やら柴崎が飛んでくることになりまして、中川が今度意味にかぶさってしまう可能性があると。その辺中本がうまくサバーできればいいんですけど、やっぱり松浦や柴崎は縦のスピードも、また仕掛けるタイミングもやっぱり経験がありますからね。中本確かに調子いいですけど、松浦や柴崎も調子いいですから、中本では及ばないんじゃないかなということで、その任せる中側に、中側逆に自力で行かない分制約を受けてしまうということになってしまう。で、自分は中側そんなに積極的じゃないですね。じゃあ軸を誰にするかっていうと、まあ門田は行くだろうと見ます。っていうか、もし中本やら柴崎が行った場合はちょっと門田行ききれないと思うんで厳しいとは思うんですけど、まあ先行門田の先行前提として、番手の小川が、番手まくりを打つとして、軸に上げたいと思います。小川もやっぱり調子は、準決勝はちょっともうちょっと伸びてもよかったかなとは思うんですけど、2次を見る限りは悪くはなかったんですよね。なので小川の気配はいいと思うんで、本命小川にしたいと思います。1着かどうかは分からないですけど、まあ、3着まで、悪くても3着できればレーンには絡むんじゃないかなと思って、2車単と3連複の、合わせ技でいこうと思います。2車単はもう小川軸で相手を絞ります。松浦柴崎そして、松谷ですね。ここの、小川の後ろを誰が取るかってことになると思うんですけど、松谷が狙ってくる可能性もあるし、中本が取ったところを、松浦柴崎がドカーンと行くかもしれないし、松浦柴崎が取ってしまうかもしれないということで、まあ、先に小川が踏んで、この両者、まあただし小川が仕掛ける番手から出るタイミングが早いと、レンはどうなのかなっていう気はするんですよね。そのための3連複なんです。3連複は松浦柴崎松谷に、3着までだった中川、それから調子はちょっと今パッとしないんですけど、浅井も絡んでくるのかなという気がするんで、この5人、357は重複しているので、これが合わせると9点になりました。2車単6点3連複9点ってことですね。どちらにしましてもやっぱり門田が行くという前提で、番手の小川の、抜け出しを本命としたいと思います。いかがだったでしょうか。久留米競輪場で行われている熊本記念、いよいよ明日が最終日、決勝戦となります。非常に細切れで、難しいレースとなりましたが、果たして、誰が勝利するのでしょうか。最近調子がいいので、このレースも、当てたいなという思います。ぜひお気に入りましたらチャンネル登録お願いいたします。
ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。